はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。2時をちょいと回りましたですね。4月は25日の火曜日でして、ちょっと温度がですね低い、千代田区16度で、この部屋はなんとか20度かなという感じですね。マーケットはどうなったかと申しますとですね、日経平均動きなしですね、プラス46、徐々にですね弱めてるという感じですね。ドル円も動きなし、香港ねマイナス356で、19,603と、今日は弱いですね。今日は弱い、はい。その他特にないですね。ドルウォンはうにゃうにゃですね、1336と、この辺りでうにゃうにゃし始めました。うにゃうにゃしているということはね、こうなるとドーンと下がるかドーンと上がるかという動きになるのがセオリーですけども、まだ昼の部が続きますんで、うにゃうにゃしてるんちゃうんかという感じですね。中央日報、本題でございまして、イ・ジェミョンさんのお顔が映っています。はい、これは昨日の13時36分に出た記事でして、韓国野党代表ユン大統領の訪米に日本への一方的情報を反面教師に実用外交をというタイトルです。その愉快の隣さんの政治的な構図としましてはですね、左派と右派が分かれてるんですけども、今右派のユン・ソンニョルさんが大統領、右派というより右というよりも現実派というべきでしょうかね、ユン・ソンニョルさんで、左派の今野党党首はイ・ジェミョンさんという方です。この方、この前逮捕状が出ましてですね、危うく国会でですね、許諾をですね否認、否決をしました。賛成票の方が多かったんですよ。でも、過半数に至らなかったんでですね、否決ということになりました。だからかろうじてシャバにいるんですけど、その野党代表のイ・ジェミョンさんですね、もうなんて言いますか、どうもですね落ち着きがないわけですね。でその伝統的に左派はですね、反日を全面に押し出します。もともとそうではなかったんですけど、そうなったんですね。でなんで反日かというとですね、右派というか、ユン・ソンニョルさん側を親日やーって言ってレッテルを貼った方がですね、批判、非難しやすいわけですね。お隣さんの国民的な動きとしてですね、反日は全部 OK なんですね。国税なわけです。国の方針なわけですね。で親日は、親日派って言われて生きていくことはできません。あの国では。だから、親日派とか言われるんですけどね。日本知ってるということですね。親日というレッテルを貼られて、あの国ではですね、一切生きていくことができないんで、親日やーっていうのがですね、一番の攻撃材料なんです。だから左派は右派に対して常に親日やというレッテルを貼りたいわけですね。だから日本に対してですね、融和的な姿勢を見せたら、お前は親日やってガンガン攻撃してると。今そういう状況です。なぜかと言いますと、ユン・ソンニョルさんがこの前、いわゆる徴用工問題でですね、お隣さんの国内で解決しましょうという方針を打ち出したことがですね、彼らにとってはですね、日本に譲歩したってなんですよ。別に譲歩も何もしてないんですよ。公平に見て、勝手にですね、条約違反の判決を出したのをですね、勝手にじゃあ俺たちが頑張ってあれ解決するって言っただけであってですね、なんていうか、日本に攻撃を仕掛けた分をですね撤収しただけの話であって、譲歩も何もしないわけですよ。元のゼロに戻そうとしてるだけであるんですけど、そんな関係ないですよね。この方がですね、そういうふうに報じてます。ちょっと読みましょうか。韓国野党共に民主党が24日ユン・ソンニョル大統領の訪米日程を控えて実用外交を強調した。イ・ジェミョン民主党代表はこの日午前、国会で開かれた最高委員会議で、友人でなければ敵という二分法で外交政権に臨んではならず、国益を優先しなければならない、としひどい失敗に終わった日本への一方的情報外交を反面教師にするべきだと明らかにした。
ひどい失敗らしいですよ。続いてユン大統領に堂々と有能な実用外交、国益外交をしてほしいと強く要請するとし、民主党は国益と韓半島、国家朝鮮半島平和のための努力に積極的に協力すると述べた。そんな気も打たないんですよね。まあ以下いろいろ続きますけど、最近のこのイ・ジェミョンさん、いわゆる野党党首であって、ユン・ソンニョルさんと大統領の座を争ってですね、開票結果ではわずか 2% の差でですね、危うく大統領になれなかったというこのイ・ジェミョンさんですね。で、その後ですね、国会議員の補選に滑り込んで、なんとか国会議員のあれを得てですね、身分を得てですね、不逮捕特権を得たわけですね。それで逮捕状が出たのに逮捕されないというどういうこっちゃねと思いますけど、そういう人が今ですね、お隣さんの野党の党首でですね、もう偉そうなこといっぱいのたまってるわけですよ。いやー、面白い国ですね。この国は本当に面白い。国会っていうか、来年の4月にですね、国会議員選挙あるんですけど、どうなるでしょう。その瞬間的にですね、国会議員で亡くなった瞬間に逮捕されても仕方がないと思うんですけど、逮捕状が有効であればね、どうするんでしょうね。よう分かりませんけど、この方ね、もうイ・ジェミョンさんという野党党首ね、もう言うてることむちゃくちゃなんですよ。むちゃくちゃです。前のムン・ジェインもね、かなりむちゃくちゃでしたけど、ムン・ジェイン以上にむちゃくちゃなんちゃうんかなと思って。だからこの人がね、仮に大統領だったらね、むちゃくちゃ面白かったんですよ。むちゃくちゃ反日なんですね。で、高等向けに反日なんですよ。まあ反日自体が高等向けなんですけどね、向こうの。だからこの、なんか言うてはる通りのことになればですね、もう今頃ですね、日本とお隣さんは断交してたかもしれない。それくらいのことを言うてはるんですよ。まあ、かといって、この人、北朝鮮に親密度があるかっていうと、そんな感じでもないんですよね。前のムン・ジェインさんはもう北べったりで、北の労働党の秘密遠いんちゃうかって言って暴かれてましたけども、この方はあんまり北の匂いはしないんですよね。むちゃくちゃ反日で、むちゃくちゃご都合主義で、ですね。で、悪いこといっぱいしてるという。テジャドンというですね、開発、不動産開発でですね、むちゃくちゃ、もうこの人は全部むちゃくちゃがするんですけど、めっちゃ悪いことをしたみたいで、公務員がですね、5人、亡くなってるんですね。4人は自ら行って、1人はようわからんけども、多分行ったんちゃうかっていう話。そんだけのことをやらかしておいてですね、まだ野党党首であって、ほんでこんな偉そうなこと言ってるわけですよ。でこんな人が今野党の党首で、その野党の支持率が与党を上回ったりするんですよ。なんでこの人もしかしたら次期大統領になるかもわからんですよ。4年後にね、この人大統領になったらですね、楽しいですよ。元弁護士なんですよ。これでもお隣さんってどんな司法試験してんやろうと思いますけどほんまに今のユン・ソンニョさんは検事ですからね。で前のムン・ジェインさんも弁護士なんですよ。みんな法律家なんですけど、でも前のムン・ジェインさん の法感覚ってすごかったですもんね。ものすごい法律家だと思って、お前ほんまに法律家かと思いましたけど、この人もっとすごいですからね。なんでこのイ・ジェミョンさんがですね、次期大統領になるつもりまんまあると思うんですけど、お隣さんは1期だけなんで、1期5年なんですね。なんで、今のユン・ソンニョルさんもあと4年しかないわけですよ。あと4年大統領やったらですね、次の人に変わらなきゃなんです。次の人がこの人になったら、もうちょっとお年ですけどね、この人になったらですね、いやー、楽しいですよ。もう言うたはる通りのことで、むちゃくちゃ言うてきたらですね、もうそんなもう外交むちゃくちゃですよ。もう日本とはもちろんですね、アメリカとの間も我が家になるんちゃうかなって。かといって中国とうまくやっていけるのかなと。まあまあ、中国には融和的な姿勢を示してますけどね。でもこんな人がですね、お隣さんの野党を通すというところがやっぱしですね、オリンクですね。
あのオンリーインコリアお隣でしかありえないという、まあそういう人なんです。いやもっと活躍してほしいんですけど、まあ普段から言ってることはむちゃくちゃなんですけど、それはね僕はむちゃくちゃやと思うだけで、お隣さんの人たちはそうは思っていないんですよ。あのかなりこう常識というものに対する感覚はお隣さんと日本では違いますんで、こんなむちゃくちゃな人でも野党党首をやってるというのがお隣と、まあそういうお話でございました。中央日報のこのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。